マネータイムマックの亮です。今回は人気新興国への集中投資はありなのかという内容でやっていきます。ちなみに私は元銀行員、元証券マンで、途中まで半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、新興国について解説した過去の動画を見た視聴者の方から、新興国の分散投資は魅力的に感じない、いまいちな国がかなり含まれているので、中国やインドなどの人気新興国に集中して投資をした方がいいと思ってます。もちろん自己責任、ハイリスクなのは承知の上で参考にしたいので、この考えについてアドバイスをいただきたいですという質問を受けましたので解説していきます。今回の動画はピンポイントなテーマですが、この動画を見てもらえれば、ハイリスクへの投資をうまくコントロールしながらリターンを向上していくことができるようになりますので、ぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速いきましょう。人気新興国への集中投資はありなのか、やるなら投資信託 ETF どっちがいいのか、新興国集中投資の注意点、この3つでやっていきます。まず人気新興国への集中投資はありなのかですが、早速結論です。人気新興国への集中投資はあまりおすすめしません。もちろん絶対のやり方はないので、やっちゃダメというわけじゃないんですけどね。過去の解説動画を見ている方には予想通りの結論ですね。なのでまだ見ていない人はこの動画も見てほしいのですが、理由は大きく3つあって、1つはカントリーリスクが大きいということ。新興国への投資は不確定要素が大きくリスクが高いです。2つ目はインフレの発生です。新興国は経済成長が著しい国なので、物価上昇のスピードが速くインフレが進んでいきます。そうすると日本円などの先進国通貨に対して新興国通貨安になるので、日本円に戻した後のリターンはあまり旨味がないかもしれないんです。3つ目は期待値が高いということ。新興国の高成長は世界中の投資家が知っていることであり、たくさんの人に期待されているので、その期待値は価格に織り込み済みであり、この期待が外れれば大きく下落する可能性があります。これらの3つの特徴があるにもかかわらず、ここからさらに新興国の中で対象の国を集中させるということはよりハイリスクになってしまうわけです。なので個人的にはおすすめしていないんですね。ただ気持ちはよくわかります。これは EMAX SLIM の新興国株式インデックスの目論見書を抜粋しているものなんですが、見てもらえればわかる通り、メインは中国、台湾、韓国、インド、ブラジルあたりになってくるんですけれど、それ以外にも26カ国もの国に投資をしているわけです。なので人によってはより心配に感じる国であったり、成長性をあまり感じられていない国もあったりするかもしれません。それに加えて新興国全体じゃなくて、よりシャープに対象国を絞って新興国に投資をしたいというのは、程度の差はあれ全世界でも先進国全体でもなくて、アメリカ一極集中で投資をするべきと言っているのと考え方やロジックは同じなので、新興国の中でもより強いと言われている中国やインドに集中投資という考えの人が一定数いるのはごく自然な話です。なのでここから新興国への集中投資を実際にやるのなら、具体的にどうやっていけばいいのかについて順に解説していきます。では次、やるなら投資信託 ETF どっちがいいのですが、多くの人が持つ新興国への投資の選択肢は投資信託と ETF がメインなので、まずこのどちらがいいのかなんですが、これは ETF 一択です。なぜなら投資信託は手数料が軒並み高いです。購入時の手数料が 3%、 毎年かかるランニングコストの信託報酬が 2%、 こういう投資信託がたくさんある状態です。もちろんその分高いリターンが見込めるかもしれませんが、コストはなるべく抑える、これが金融の世界の鉄則です。なので投資信託ではなく ETF のみを投資対象とする、とりあえずこれで OK です。国スペース ETF で検索すればたくさん出てきます。もちろん日本の ETF だけでなく、米国 ETF も視野に入れて選択をしていきましょう。また国別の ETF でまとまっている情報なんかもあります。もちろんメジャーな ETF よりはコストはもちろん高いんですが、投資信託よりは圧倒的にコストが安いので、投資信託
ではなく ETF にしてください。いや、投資信託と ETF の違いがよくわからないという方は過去の動画で解説しているので概要欄にリンクは載せておきます。では最後に新興国への集中投資の注意点について解説していきます。最後の解説の前に2つお知らせです。 YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録で無料プレゼント中ですので、気になる方は概要欄から覗いてみてください。もう一つはお金について引き続き役立つ情報を発信していきますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。では最後、新興国集中投資の注意点ですが、これは解説の前に伝えておきますが、新興国への集中投資をするためにこれは絶対使えるみたいなテクニック的なものではありません。というか、そんな小手先のテクニックは投資の世界にはありませんので、ハイリスクな投資をする時の基本をしっかり抑える、これだけなんですね。なので知っている人にとっては復習になる内容だと思いますが、それはそれで復習の機会にしてくださいね。では新興国集中投資の注意点ですが3つあります。1つはコアではなくサテライトで、ハイリスクな対象に集中させる投資手法なので、リスクは金額でコントロールします。よりハイリスクな分金額は少額に、なので必ずコアではなくサテライトで運用します。このセオリーは死守してください。メインとサブと言ったりもしますが、これは過去の動画で詳細を解説しているので概要欄にリンクを載せておきます。次、2つ目は短期軸ではなく長期軸で運用していきます。新興国集中投資をするなら長期で臨みましょう。ハイリスクだしサテライトなんだから長期より短期の方がいいんじゃないのと思ったかもしれません。その考え方も正しいのですが、新興国の成長に乗る投資スタイルなので、新興国の成長は 1,2 年で測れるものじゃありません。なので5年10年20年と長期間投資して成果がわかるものです。なので基本は長期を前提にしていきましょう。また新興国への投資は不確定要素も多いので、ボラティリティも激しいです。なので短期目線だとそわそわしてしまうので、どっしりと長期目線でいきましょう。最後、3つ目は集中の中にも分散ありということです。これは他の集中投資と考え方は全く同じです。いくら集中投資といえども、一極集中させたところで何かが起こったら全て吹っ飛びます。そうなってしまえば負け確定です。なのでそんな致命傷を負わないように、ある程度の分散投資は必須です。例えば個別株投資で言えば、個別銘柄に集中投資をする場合でも、いくつかの銘柄に分散はさせます。また業種業界などのセクターも分けるようにします。なので新興国へ集中投資をするときも、投資対象を一つの国にはしないで、いくつかの国に分けることは必要です。また地政学リスクも考えて、地理的にも分散していくことも必要です。リスクの高い投資なので、このあたりの分散は必ず行うようにします。なのでこの3つの注意点である、コアではなくサテライトで、短期軸ではなく長期軸で、集中の中にも分散あり、この3つを守ってもらえれば、おすすめはしませんが、お好みで新興国への集中投資をしてみるのもありですね。結果、素晴らしいリターンをもたらして資産形成のスピードを加速させてくれるかもしれません。大事な知識がより記憶に定着するようにおさらいしていきます。人気新興国への集中投資はありなのかという内容をやってきました。私はおすすめしませんが、絶対 NG というわけでもないんです。ただメジャーな投資手法ではないから、コストは高くつきますので、対象は投資信託ではなくコストの低い ETF にしましょう。そしてこの3つのポイントを必ず守ってください。1つはコアではなくサテライトで、ハイリスクなものは絶対にサテライトです。2つ目は短期軸ではなく長期軸で、新興国の成長は長期軸なので、投資スタンスも長期にしていきましょう。最後、3つ目は集中の中にも分散あり、一極集中は避けて、ある程度の分散投資をしていきましょう。これらを守って致命傷を負わずに、リターンを狙って資産形成をしていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しで幕に立ったと思ってくれた方は、高評価コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間から自由な世界に近づいていきましょう。